ウィンターさんは、フィンランド出身のメロディックデスメタルバンド。同国のミュージシャンやり、マーエンパー,アーが主催を務め、北欧の音楽ジャンル、バイキングメタルをスタイルとしている。フィンランドのバイキングメタルバンド、エンシフェルムに在籍していたやり、マーエンパー,アーが立ち上げた。当初は、槍のソロプロジェクトとして立ち上げられた。その後、ほどなくして、槍は、 ウィンターさん1000年のためにエンシフェルムから脱退している。そしてドラマーにカイハフトを迎えてファーストアルバムウィンターさんを2004年にリリース。ドラム以外のすべての楽器をヤリが担当し、プロデュースもヤリ自身が手掛けた。レコーディング後、二人目のギタリストとしてエンシフェルムでドラマーとして同僚だったオリバー・ホキンが加入する。しかし、 2004年中に、オリバー・フォキンが脱退し、インペラノンで活動していたテームマンティ・サーリーが加入した。2005年になって、ノーサーのベーシストユッカ・コスキネンが加入した。ちなみに、ユッカの所属している、ノーサーのボーカル兼ギタリストのペトリ・リンドロスは、後に、槍の公認として、ンシフェルムにサポートメンバーを経て、正式に加入した。 2006年5月、セカンドアルバムのレコーディングに入る。レコーディング入、e、りの時点で、アルバムタイトル、タイムとそのトラックリストが発表されるなど、順調に活動しているかのように見えた。しかし、様々な問題からリリースは遅れ、2007年4月の時点で、セカンドアルバムのリリース自体がキャンセルされる。その後もしばしばライブには出演するもののセカンドアルバムの リリース自体は全く不透明になってしまった。セカンドアルバムの当初のレコーディングが行われてから6年後の2012年5月末、ついにセカンドアルバムの発売時期が発表された。セカンドアルバムとして作成されたタイムは、その内容が1枚の CD に収まらなくなったこともあってタイム I 及びタイム2の2枚で発売されることとなった。 タイムアイが2012年10月にリリースされた。タイムアイはフィンランドの週刊アルバムチャートで初登場2位を記録し、その後4週連続トップ50入りを果たした。その後トップ50圏外となったが2013年初週に44位で再びフィンランド週刊アルバムチャートトップ50入りし、次週も50位を記録。 これ以降トップ50を外れていたが、2013年27週目に38位で、フィンランド週間アルバムチャートトップ50に2度目の再ランクインを果たした。タイムアイは、フィンランド週間アルバムチャートトップ50に、計7週間のランクインを記録した。タイムアイリリース後、タイム2のリリースはなされなかった。2017年1月にサードアルバム、 ザ・フォレスト・シーズンズをリリースすることが発表された。同年4月中頃、セカンドギタリストとして、アシム・セーラーが加入した。スタジオアルバムライブアルバムでも、ありがとうございます。